少し歴史を振り返ってみたいと思います。なぜハーバードがこれほど熱心に取り組むようになったのか。このプロセスが始まったのは2011年2012年です。パートナーと MIT と話を始めたのがきっかけです。2012年ハーバードと MIT が協力をしてパートナーシップとなりました。それがEDX です。エデックスの発表前にハーバードのメンバーのファクルティのコミュニティ、いろんなスクールのメンバーから400周年に向けての委員会というのが形成されておりました。その委員会での目的はハーバードがこれから400周年に向かうにあたってどうあるべきかということを議論することになりました。400年までにあと10年ぐらいあるけれども、どうしたらいいのかということを話をし始めたんですが、そこでインターネット技術のチャンス、これは必ず対処しなければいけない、必ず活用しなければいけないということになりました。その会話がきっかけとなって、パートナーとして MIT が浮上したときにちょうどタイミングが良かったと思います。ハーバードとしてはこのオンラインの学習に対するコミットをする準備がありました。 EDX は最初からコミットメントがあったんです。もともと営利のもとではありません、非営利です。 MOOC については営利のものもありますけれども、私たちはフリーで大半のマテリアルに対してはアクセスできるようにしようということで非営利です。またオープンソースです。ソフトウェアについては常にオープンソースのコントリビューションを受けてよくしています。オープンエデックスというふうに呼んでおりますが、世界のどこでも利用していただくことができます。またエデックスを通じてグローバルな学習を進めようというふうに思っております。全世界を対象しています。質の高いコンテンツにどこからでもアクセスできるようにしたいと思っておりますし、また研究に基づいているということです。こちらのセンターでもそうだと思いますが、これまで教育について単に努力だというふうに捉えてきました。一人一人の先生方が考えたらいいと、私はこのように教えたい、これはいいはずだというふうに個人的に思っていたんですが、しかし研究をすることで、研究をするためにはエビデンスが必要であります。今皆さんご存知のように、学習教育というのはエビデンスがあればさらに改善します。オンラインの学習についても改善するためにはエビデンスが必要だというふうに考えております。またインクルーシブ、他の大学他の教育機関と一緒にやるということで、エデックスはコンソーシアムになっています。で、非営利ではありませんけれども、コミットメントとしては財政的に自立できるということ、他の非営利の組織もそうなんですけれども、持続可能性がなければ、経済的な持続可能性がなければ継続的に活動していくことができません。さて、EDX を簡単に考えてみますと、これはソフトウェアプラットフォームと言えると思います。学校がこのオンラインコースをやっていく、発信をしていくためのプラットフォームです。プラットフォームとして EDX はコンソーシアムであるということが重要です。大学や教育機関、さまざまなところが一体となってアクセス、品質、そしてリサーチの重要性にコミットしていくということです。ということで、現在では世界で数多くの大学、ハーバード大学、京都大学も含めて EDX のコンソーシアムを形成をしています。お互いから学び合い、そして共有化し合い、そして協力をしていくということで、最大限にポジティブな結果を出そうとしています。さて、これが EDX です。では、ハーバード X は何でしょうか。それぞれの大学、 EDX のコンソーシアムのメンバーというのは、それぞれの大学でユニバーシティ X があります。京都 UX、 MIT X、 ハーバード X などです。当初ハーバード X についての概念というのは、ハーバードが持っているすべて、開発するコンテンツ、これを教えるファカルティ、教授法、そしてEDXのプラットフォームを作るための技術、そして研究のデザインとデータ、EDXをやっていくためにすべて必要なことを盛り込んだものがハーバード X であると。そしてこれはハーバード大学のお組織であるという概念でした。けれども、これは変わってきたんです。我々このハーバード X を作るにあたって、
大学で非常に興味を持ってもらえるということに分かりました。教員ファカルティの話題にも上りましたし、議論もされました。ハーバード X を実現するということが大学全体の戦略的構想となったんです。テクノロジーを使って、そしてオンラインの学習を使って教育を変革しようというものです。ということで、ハーバード X は現在もっと大きなものとなりまして、その中で EDX が非常に重要なハーバード X を実現するためのルートとなりました。ただ EDX 以外にもキャンパス内でハーバードの学生を対象としたいろいろなハーバード X のルートもあります。ハーバード X が行っているすべての活動、作成から研究、そしてオンライン学習、そういったものをすべて EDX に入れ込んでいます。さらにまたハーバード X は障害学習をサポートするものです。高等教育、専門教育、そして障害学習などです。さらにハーバード X にはキャンパスで提供しているコースをすべて包含しています。したがってハーバード X というのは単に世界に目を向いているのみならず、ハーバード X はハーバード大学の学生であったり、あるいは例えば医学、ビジネスといった専門教育をしている学生を対象として、いろんな学生を対象として、学習者を対象としています。こういった形でハーバード大学にとっての戦略的構想となりました。私はハーバード X の当初のファカルティディレクターでありましたけれども、ここでの疑問点というのは、これを構築した後誰か興味を持ってくれるだろうか、ファカルティは興味を持ってくれるだろうかというところが疑問でした。けれども蓋を開けてみますと、ファカルティにアプローチをしますと、オンライン学習の考え方、見方が変わりました。ハーバード X の最大の問題は、ファカルティがあまりにも多くのファカルティがですね、我々のサポートの能力を超えてハーバード X を活用したいと思っているということなんです。ハーバード X は複数のハーバード大学内の組織からスタッフを出してもらってという運営をするということを考えていましたが、3ヶ月、4ヶ月ぐらい経つと、もうこれでは手が回りきれないということで、独立組織を立ち上げました。現在ハーバード X は50名以上のフルタイムのスタッフがおりまして、プラス100名から150名のパートタイムの非常勤のスタッフもおります。そして60のコースがオンラインで提供しておりますし、また約100名のファカルティがこの発信をしていまして、現在63のコースモジュールを発信しています。これでもまだファカルティのやりたいという希望に十分に添えているわけではありません。さて、ムックです。これはハーバード X の当初の形です。大規模なオープンなオンラインコースです。ハーバード X が立ち上がって2ヶ月目に、これは特にマーシブである必要はないのではないかと考えました。この学習の経験を非常に小さな対象者、あるいは学生に限ってもいいのではないかということで、ロースクールの最初のコースである著作権法についてというのは500名の学生に特定をいたしました。なぜ500名なのか、500名で切ってしまうのかというのは、このコースの教授法というのは、教授、担当教授はテリー・フィッシャーですけれども、フィッシャー教授はこの著作権について学生に実際に経験をしてほしいということで、アーティストであったり、ライターであったり、科学者であったり、医師であったり、そして弁護士であったりといった学生をに参加をしてほしいということで、そして最初500名しか対応できないだろうということで500名で始めました。現在では3000名の学生対応としております。
つまり特に大規模マンシブである必要ではないということです。それからもう一つ、著作権ということを対象にするのであれば、特にオープンである必要はないのではないか。この教授的な理由でもって特定の学習者に限るべきではないか。さらにまた金銭的な理由もあります。特別なこのコースの特別なセクションに関しては単位を提供するということになるとコストがかかるということですので、特にオープンである必要はないのではないかと考えました。さらにまた認識をしたのは、グローバルでの世界各地での学習者に対してニーズを対応していくためにはコースである必要はないのではないか。ハーバード大学のコースというのは12週間から14週間かかります。この実際に仕事をしていると14週間毎週毎週コースに集中をすることができないという学習者もいるでしょう。したがってこの O だけを残すことにいたしました。で、 O と単に言うことはできませんので、つまりオンラインであるということは変わりません。そしてまたコースの焦点は目的は学習です。そしてこの学習の経験を提供するということでオンラインラーニングエクスペリエンスとしました。コースである必要はないけれども、モジュールという原則は保ちました。もっと短期間でもっと効率よく、もっとグローバルの多くの学習者に経験を提供するということです。このコースはモジュールで開発されていても、少しずつ短期間のものに順次リリースいたしました。まずファカルティにとって短いモジュールの方がやりやすい、3週間から6週間ぐらいのモジュールの方がやりやすいということもありますし、学習者にとってもミックスマッチができる、つまり興味のあるモジュールを組み合わせて学習をすることができますし、そして将来的には個別の学習者のニーズに沿ったような形でテーラーメイドすることができるというものです。ハーバード X というのはオンラインラーニングエクスペリエンスの非常に柔軟性の高いモデルです。このような形で世界にの教育にアクセスを広げました。ここで我々として必要なのはオンラインラーニングエクスペリエンス、これを提供をグローバルに提供するということです。また当初からオンラインのみならずオンキャンパスでも教育学習を促進するということ、デレックボックスセンターフォーティーチング&ラーニング、そしてハーバード X 両方の組織のディレクターをしておりましたので、そのオンラインとオンキャンパスの両方に力を入れました。さらにまたリサーチを通じて教育学習を進めるということで、オンラインで理解を深めるのみならずキャンパスで学生に教育をする、これを研究、この方法を研究するということも目的として入れました。それから2年半経ってハードバード X というのが大学の力を結集する弾み、すなわち職場になっていることが分かりました。ファクリティが集まって教育学習についてこれまでにない形で話し合うようになりました。ハーバードで25年間仕事してきましたが、これほどたくさんのいろんなファクリティの方々が集まって、そして教育学習について話し合ったことはなかったと思います。またハーバード X というのは全てハーバードスクールを代表します。サイエンスだけではなく、ロースクールも医学も、そしてビジネススクールも、そして公衆衛生スクールも、またデザインですとかガバナンスについての12スクールがハーバードにあります。いずれも代表するのがハーバード X なんです。また重要視しておりますのは、全てのスクールのガイダンスにおいてやはり質、ハーバードレベルの質を保証するということ、ハーバードの名前、バードの名前がつくわけですから、またある程度イノベーションは入っている、コンテンツについても教授法についてもイノベーションは必ず含まれるということ、また重要なインパクトを与えなければならないということです。場所はキャンパスかもしれません、あるいは世界のどこか特定の集団かもしれません。また25名のファクルティが参加している委員会で、私はチェアを務めております。各ハーバードのスクールの代表が集まって、ファカルティからの提案について議論をし、そして採択する、ハーバード X にとって適切かどうかということで、その委員会で判断をします。